ヤッホー。あ、こんにちは。驚かせてしまいましたね。お会いできて嬉しいです。私はまゆです。私が住む町へようこそ。今日は絶好のお散歩日和です。日本では街を歩いている人をたくさん見かけます。これからカフェで友達に会う予定です。道の向かい側にありますよ。この近くには交差点がないですね。ですがこちらに橋がありますね。わかりますか？このような橋を渡ったことはありますか？どのように渡るのかお見せしましょう。残念ながらエレベーターがついていないので誰でも利用できるわけではありません。私は渡れるので少し運動してみますね。さて、上に着いたのでもう簡単に渡れます。あなたの町には同じような橋がありますか？今は急いでいないので景色を楽しむことにします。あそこにこれから友達と会うカフェが見えます。とても人気なんですよ。まだ来ていないようなのでゆっくりしていきます。せわしない道路を見下ろすのは気分がいいですね。あちらを見てください。ここからはビルがたくさん見えるし、地平線までこの道が続いています。素晴らしい眺めですね。あちらを見てください。この道はとても広くて長いですね。少し向こうに町を囲む山が見えます。どの景色が気に入りましたか？私は決められません。あれ？誰だろう？ああ、あれは漢字マンじゃないですか。彼はいつも漢字を勉強しているんです。おや、漢字の勉強を始めようとしていますよ。偶然ですね。一緒に勉強しましょう。それではペンと紙を用意して新しい漢字を学んでいきましょう。今回の一番目はこのように書きます。1,2,3,4,5,6,7,8。 画数は8画です。送り仮名をつけると学ぶになります。 In English, 学ぶ means study or learn.音読みは学です。例を挙げると、学生、留学、学年、学習。例えば、大学生になったら海外留学したいと思っています。2年生か3年生の時にできるかな。次は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 画数は10です。前の漢字をつけると学校になります。 In English, 学校 means school. 音読みは校です。例を挙げると、小学校、校舎、校長。例えば、小学5年生の時に転校してとても寂しかった。でも新しい校長先生は親切な人だったからすぐに楽しくなった。
次は1,2,3,4,5、画数は5画です。生と読みます。 In English, 生 means fresh or raw。 音読みは生や小です。例を挙げると、人生、生活、生徒。例えば、生ビールと生牡蠣は好きですか？私はワインとチーズの方が好きです。次は1,2,3,4,5,6、画数は6つです。この漢字は先と読みます。 In English, 先 means ahead。 音読みは線です。例を挙げると、先生、先輩、先週。例えば、先週は駅前で小林先生を見ました。本当？何してたの？山下先輩と話していました。今日の最後の漢字は、1,2,3,4,5,6、画数は6つです。送り仮名をつけると、休みになります。あと、この送り仮名を使うと、休むになります。In English, 休み means a day off, and 休む means to rest。音読みは9です。例を挙げると、休憩、定休日、夏休み。例えば、夏休みは何か予定あるの？特に何もないよ。たくさん休みたいだけだから。今日はこれで終わりです。何度も練習することを忘れないでくださいね。小さな積み重ねが大切です。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。